2004年における10万人あたりの全案についての、障害調整生命年齢たなし9250、未満9250から16、00016000から22、752万2750から29、502万9500から36、253万6250から43、0004万3000から49、 754万9750から56、505万6500から63、256万3250から70、0007万から80、0008万を超える障害調整生命年とは、病的状態、障害、早死により失われた年数を意味した疾病負荷を総合的に示すものである。元来は、ハーバード大学により、 世界銀行のために1990年に開発されたものであるが、後に世界保健機関がその手法を2000年に採用した。早死によって失われた潜在的な年数の概念を拡張して、損なわれた健康や障害のために失われた健康的な生活の年数も含めたものである。それにより、死亡率と疾病率は単一の共通指標に統合されることになる。 デイリーは、公衆衛生と健康影響評価の分野で次第に一般的なものとなってきている。デイリーは、早死により失われた期間と、疾病により障害を余儀なくされた期間の、双方の期間を慢性疾患による影響として、最も妥当な指標であるとみなしている。1デイリーは、それゆえ、1年間の健康生活が失われたことと同等である。 日本人の平均余命が世界で最も長いので、日本人の平均余命が早死にの評価の基準値として使われている。デイリーから疾病損失を見てみると、諸国民全体の健康の状態について驚くべき実態が浮き上がってくる。例えば、1990年の冬の報告は、重大障害原因のうち5つまでが精神疾患によるものであることを示している。 精神神経疾患は、障害を有した生活のうちの28%を占めているが、その反面、全死亡のわずか1.4%しか占めておらず、損失生存年数の1.1%しか占めていない。それゆえ、精神疾患は、伝統的に疫学的には重要な問題と捉えられていなかったが、障害年数を考慮に入れると諸国民に対して、 非常に大きな影響を与えていることが示されている。伝統的に健康の損失は単一の指標である損失生存年数の期待値で表現されてきた。この計算方法のみでは、障害生存年数と呼ばれる障害による影響が考慮されていない。障害調整生命年はこれらの二つの要素の和である。計算式は次の通り、いくつかの研究では、 青年時の年代に重み付けして、デイリーを計算している。この計算式では10歳と55歳前後が全体の平均値に相当し、25歳前後で最高値となり、幼児や高齢者で最低値となる。デイリーについての研究群での大きな相違点は、年齢に応じた値に社会的重み付けをつけるかどうかである。通常、青年としての年代は、子供や、 中高年の年代に比べてより高い価値づけがなされる。この重みづけ方式は生産性と子供時代の教育投資の収益回収に関連した社会的利益を反映させている。社会は幼児に対しては相対的にほとんど投資をしていないし、中高年者からは投資に見合う回収をすでに社会が実質的に受けているからである。青年は 教育等の最大限の投資を受け終わり、働き始めたばかりで、社会は投資に見合った利益を青年からほとんど得ていないからである。グローバル疾病負荷2001から2002年の研究では生存年を同等に計算したが、グローバル疾病負荷1990年及び同2004年の研究では以下の計算式を使用している。ここでワイは実際の年齢を表し、 W とは平均すれば1となる係数を表す。E とは自然体数の底で E イコール2.71828である。これらの研究では、さらに対象者の年齢が増した場合、1年ごとに翌年は前年に比べて3%減価されて97%の価値で計算されることになる。平均余命と損失年数、減化、社会的重み付けの相互作用の影響は、 疾病の重篤さと疾病期間に関連して複雑になっている。例えば、グローバル疾病負荷1990年の研究で採用されたパラメーターは39歳以前の死亡に対してはそれ以降の年齢と比較して高い重みづけを与えており、新生児の死亡に対して33でイリーを与え、5から20歳の死亡に対しては概ね36でイリーを与えている。がん 心臓病、メンタル問題、神経疾患、慢性呼吸器疾患及び糖尿病が平均余命を損なう損失年や早死にの原因となる代表的な疾病である。2004年の世界の人口の多い25カ国でのデイリーによると、心的外傷後ストレス障害の影響はアジア太平洋諸国や米国で最も多く出ている。デイリーは1990年に発表された グローバル疾病不可として知られている風と世界銀行の研究としてマーレーとロッペスによって初めて提唱された。障害調整生命年は現在世界保健機関によりグローバルワードン・オブ・ディジーズなどの出版物で用いられている主要な指標となっている。ありがとうございます。